そう、リバプールさん、193億円でムシアラ獲得へ。リバプールが今季終了後に、ジャマル・ムシアラの獲得を目指すことが明らかになった。移籍金は1億ポンド約193億円と見積もられるが、リバプールは新政権の目玉として21歳ムシアラの獲得を実現する構えを見せているという。ディアス売ってムシアラもありなのかな。間違いなく争奪戦になるだろうが、ディアスを売れば獲得チャンスは上がる。ディアスも放出するべきような選手ではないが、今後移籍したがるのは割と目に見えてるし、高値で売れる時に売ってムシアラを獲得できればリバプールとしては大成功でしょう。ディアスが効いてるからリバプール今この位置なんだけど、個人的にはディアス売るのはまだ早いと思うけどな。ドライな見方だけど、サラー残留という前提ならディアスを PSG に高額で売却して、その売却益でムシアラ獲得もありかもしれんね。好選手だが、プレミアの強度や過密日程に対して未知数のムシアラ一人に DF や FW の優先事項を飛ばして大金を投じることはないと思う。ダンス賞もオフサイドのルールさえ理解してくれたら最高の FW だし、ディアスも単独で打開するキレは十分ある。高額で補強するなら DF ラインじゃないのかな。マックが契約満了、ファンダイクの後継者も含めて考えると CB は1枚取るでしょ。ティアゴも契約満了だから、遠藤の負担も考えると守備的なタスクもできる中盤が欲しい。監督決めてからだろうな。ムシアラはどこのクラブも欲しがるだろうし。